原義道原義道1867年3月23日から1944年8月7日は、日本の官僚、弁護士、法学者、政治家、第9代中央大学学長、帝国弁護士会名誉会員、田中義和内閣の司法大臣や太平洋、戦争開戦当時の数密院議長を歴任した、男爵、法学博士、陽明は亀太郎、 帝国弁護士会名誉会員。1867年3月23日、品野国高い軍、小山村に、原重作の長男として生まれる。父は、旧須坂藩の足軽小頭を務めたが、もともとは、原虎種の末裔を称する小屋格の農家のでである。明治維新で、出六処分後も、農家だったのでさほど生活苦を味わわずに済んだ。大学予備門を経て、 旧制第一高等学校、1890年、帝国大学法科大学英法学部を主席で卒業する。同期生に、柴高門、石井菊次郎らがいる。帝国大学在学時には大年人志望であったが、開業資金がないので、農商務省に入省する。農商務省では、農商務大臣のむ宗むねと、大臣秘書官だった原隆氏に出会い、目をかけられた。 農商務省参事官、鉱山監督局の東京、大阪両鉱山監督所長とスピード出世するが、1893年に農商務省を退官している。第二次、伊藤内閣の外務大臣に転じていた道の区は、原の退官を惜しみ、所管で埼玉県書記官へ赴任させると原を遺留している。管理を辞した原は、大学時代から念願であった弁護士となる。 1893年4月東京京橋に法律事務所を開き、当時としては珍しい新聞広告まで出した。農商務省時代、鉱山関係の役職につき、鉱山関連法規を習得していたのが起源で、福島県福岡炭鉱事件や長崎県炭島炭鉱事件鉱山関連の訴訟を手掛け、民事訴訟の花形弁護士として活躍した。また、鳩山和夫、 小川平吉、花井拓三らと共に、日本弁護士協会、国際弁護士協会設立に参加する。放送会の重鎮となった原は、1911年、東京弁護士会長に就任し3期務めたほか、第1東京弁護士会会長を2期務めた。この間、三井銀行、三菱銀行、工業銀行、横浜賞金銀行などの法律顧問や、 三井新宅取締役、三井法徳会会長を務めた。さらに、東京帝国大学、早稲田大学、中央大学、学習院大学で教団に立ち商法を講義した。1930年法省辞任後、中央大学学長として、法科の中央の基礎を作るなど法学者として尽力した。1920年、原高市内閣で、賠審法指紋委員に選出される。 元来、官僚生活の原点において、原隆氏との関係や現内閣で法制局長官を務めていた横田千之助が原を大審院判事に推判したことなどにより、立憲政友会と関係を築くことになった。1923年には、司法会の挙党であり、関連右翼として知られていた平沼喜一郎の主催する国本社に参加、理事に就任する。 1927年、田中義一内閣の司法大臣として入閣する。法相としては、1928年治安維持法に基づき、日本共産党の一斉検挙、すなわち3.15事件を実施したほか、翌1929年4月16日にも300名、あまりの共産党員を検挙している。また、百二十八年思想検事を設置、 治安維持法を改正し国体変革に対しては、最高刑を死刑とする修正条項を追加した。満州国司法部総長評判記押し歓迎会。今日から左へ、数密院、原吉道、大臣委員長、牧野菊之助。1931年数密顧問官となる。1938年数密院副議長。1939年第一次。 この絵文丸内閣が総辞職し、数密院議長、平沼樹一郎に対名降下となり、公認の数密院議長にはこの絵が就任した。1940年6月この絵が新体制、運動のため、数夫を退くと、原は公認として数密院議長に就任した。同年9月日、特異三国軍事同盟締結について、数密院で審議された際、 三国同盟参加に反対外務大臣の松岡洋介を批判している。1941年6月独創戦が勃発すると7月2日の午前会議において松岡外相と共に対ソ回戦を主張した。9月6日の午前会議では軍部の作成した帝国国策遂行要領を審議し、原は外交交渉が主であるのか、戦争準備完成が主であるのか、 伺いたい、この要項案では、戦争が主で、外交が銃のように見えるが本当は逆ではないのかと発言した。昭和天皇は、原の発言を受けて、明治天皇の和歌、司法の海々な原からと思う世になど波風の立沢グラムを読み、私は古明治大帝の平和愛好のご精神を、衝述しようと努めていると発言した。原は内大臣、木戸孝一と通じて、 岡田圭介、四内三正ら重臣たちと連絡を取り戦争回避に努力したが、その努力も虚しく12月8日、日本は太平洋戦争に突入した。戦時下にあって、東条内閣の権力集中により、数密院はその権能を喪失した。1944年8月7日、数密院議長在職中に死去。77歳。死に再始直死が派遣され、 特使をもって家族に劣せられ、男爵位が追贈された。戦後、家族制度は廃止されるが、原は、日本最後の家族となった。ありがとうございます。